フルート、フルートは木管楽器の一種でリードを使わないエアリード、無公式の横笛である。今日一般にフルートというと銀色、または金色の金属製の筒に複雑なキー装置を備えた横笛、つまりコンサートフルートを指すが古くは広く笛一般を指していた。特にジェス、バッハなどバロック音楽の時代にあっては単にフルートというと 現在一般に、リコーダーと呼ばれる縦笛を指し、現在のフルートの直接の前身楽器である横笛は、トラベルソ、横向きのという就職語をつけて、フラウトトラベルソと呼ばれていた。しかし、表現力に劣る縦笛は、次第に捨てれてしまい、フルートといえば、横笛を指すようになったのである。かつてはもっぱら木で作られていたにもかかわらず、 現在は金属製が主流となっているが、フルートは唇の振動を用いないエアリード式の楽なので、金属でできていても木管楽器に分類される。現代のフルート、モダンフルートはバスフルートなどの同族楽器と区別する場合、グランドフルートまたはコンサートフルートとも呼ばれ通常 C 管である。19世紀半ばにドイツ人フルート奏者で、 楽器製作者でもあったテオバルトベームにより音響学の理論に基づいて大幅に改良され、正確な半音階と大きな音量、精密な貴金属の艦隊、優美な外観を持つに至った。このドイツ生まれのフルートは最初にフランスでその優秀性が認められ、ついには旧式のフルートを世界から駆逐してしまった。今日単にフルートといった場合は例外なく下図のような ゲーム式フルートのことである。フルートはキーを右側にして構え、下顎と左手の人差し指の付け根、右手の親指で支える三点指示。両肩を結ぶ線と平行に持つのではなく、右手を左手より、下方、前方に伸ばす。奏者は、正面ではなくやや左を向き、右に首をかしげて、唇を歌口に当てる。発音にリードを用いないため、 他の感覚器よりもタンディングの柔軟性は高い。運動性能も感覚器の中では最も高く、かなり急速な楽器を奏することも可能である。音量は小さい方であるが、高音域は倍音が少なく明瞭で、澄んだ音なので、オーケストラの中にあっても渦もれることなく聞こえてくる。フルートの音色は鳥の鳴き声を想起させることから、楽曲中で鳥の模倣としても用いられる。 有名で、わかりやすい例として、サンイコール、サーンスの組曲、動物の舎肉祭の、大きな鳥籠、プロコフィエフの公共的物語、ピーターと狼などが挙げられる。主にクラシック音楽の分野で用いられるが、ジャズやロックなど、他の音楽ジャンルで使用されることもある。しかし、ジャズ専門のフルート奏者は少なく、サクソフォンなどのプレイヤーが持ち帰るが、 クラシックとジャズの両方で活動するというケースが多い。フルートを講義に捉えて、リードを用いず、管などの空洞に向かって、息を吹きつけて発音する楽器とするならば、最も古いものとしては、およそ4万年前のネアンデルタール人のものと、推定れるアナグマ類の足の骨で作られた笛が、スロベニアの洞窟で発見されている。また、ほぼ同じ頃原生人類によって作られたと、 推定される、ハゲワシの骨でできた五つの指穴のある笛が、ドイツの洞窟で発見されている。それほど古いものでなくとも数千年前の骨で、作られた笛は、各地から出土しており、博物館などに収められている。しかし、世界各地で用いられていた原始的な笛は、ギリシャ神話の牧神パンが吹いたとされる、パンフルートのような足などで作られた縦笛か、 オカリナのような形状の岩笛や土笛がとんどであった。それでは、現在我々が使用しているフルートにつながる横向きに構える方式の笛がいつどこで最初に用いられたのかというと、これも確かなことはわかっていないが、一説には紀元前9世紀あるいはそれ以前の中央アジアに発祥したと言われており、これがシルクロードを経て中国やインドに伝わり、さらに、 日本やヨーロッパにも伝えられていったと考えられてい。なら、正倉院の宝物の中に、蛇紋岩星の横笛があり、東大時代仏殿の正面に立つ、八角道路には横笛を吹く恩情菩薩の像がある、ことなどから、奈良時代までに日本にも伝わっていたことは明らかである。西洋では、現在リコーダーと呼ばれている縦笛が古くから知られており、当初は、こちらが、 フルートと呼ばれていた。13世紀になると、フランスに、フラウスとトラベルセーヌ、横向きのフルートの意といった名称が散見されるようになるが、ルネサンス期に入ってもなお、ヨーロッパでは、横笛はあまり一般的な楽器ではなく、軍楽隊や旅芸人などが演奏するだけのものでった。しかし、16世紀に入る頃から、市民の間で行われるコンソートと呼ばれる、合奏の中で、 横笛も次第に使われるようになった。さずは、オーストリアのローラウジョウ、ハラフハ伯爵歌書像の、喜びを与えんと題する絵画で、横笛とリュと歌唱によるブロークンコンソートの様子が描かれている。この絵の横笛はテナーであるが、他にもソプラノ、バスといった種類があり、これらによるホールコンソートも行われていた。現在では、このような横笛を、 ルネサンスフルートと呼んでおり、古楽器として今も復元楽器が制作されている。当時のものがわずかな数ながら、イタリアのベローナなどに残っているが、木製の管で、内面は円筒形、外面は歌口側がやや太い円錐形である。分割できないものが多いが、二分割構造のものもある。トーンホールが六つ開いているだけのシンプルな構造なので、 キーを必ず右側にして構える、モダン、フルートとは異なり、ルネサンスフルートは左側に構えることもできる。テナーの横笛の最低音は D4 で d ドア2丁々の音階が出せるように作られており、いわゆる D 感である。軽快に良くなるが、音域によって音量や音色がかなり変化する。17世紀初頭から始まったバロック時代、ルネサンスフルートは、 位置の調節ができない上、半音を出すのが苦手で、低音と高音の音色の違いが大きいといった、欠点があったため、次第に帰り見られなくなった。十七世紀は横笛にとって、私福の時代であり、新たな工夫が加えられた横笛が改めて人気を、博するのは、十八世紀も間近となってからのことである。この時代も、単に、フルートといえば、縦笛、縦 リコーダーのことであり、現在のフルートの原型となった横笛は、フラウトトラベルソ、同じく横向きのフルートの意と呼ばれてた。省略して単にトラベルソともいい、現在ではバロックフルートと呼ぶことも多い。典型的なバロックフルートの多くは、テナーのルネサンスフルートと同様に木製の D 管で、あが、次のような点が異なっている。 こうした改良によって高い表現力を身につけた横笛は次第に縦笛にとって変わる存在となっていった。アムステルダムの木管楽器製作家、リチャード・ハッカ、1645年から1705年の作った三分割ルートが現存する最古のバロックフルートであると言われているが、いつ頃誰によって最初に考え出されたのか確かなことは分かっていない。最低音は D4、最高音は E6 までというものが一般的であるが B6 までの運指が知られており A6 あたりまでは出しやすい楽器もある。D 感であるが楽譜は実音で寄付され異常楽器ではない。多様な音色を持ち繊細で豊かな表現が可能であることからバロックフルートは今日なお復元楽器が多数制作されている。 しかし、キーが設けられた半音は出しやすくなったものの、それ以外の半音は相変わらずクロスフィンガリングによって出す、弱々しく不安定な音なので、蝶々について考えると、D ドアー、に蝶々、G ドアー、と蝶々、A ドアー、イ蝶々は比較的大きな音量で演奏できるが、それ以外の蝶、五度圏のズレに蝶々から遠い蝶の曲を バロックフルート演奏するのは容易なことではない。18世紀半ばから19世紀前半にあたる古典派の時代になると、より多くの腸に対応できるよう、要不安定な半音を改善するために、新たなトーンホールを設けて、これを開閉するキーメカニズムを付け加えたり、高音域が出しやすいよう管内径を細くするといった改変が行われた。キーメカニズムを用いて、 D 感のままではあるが最低音が C 4まで出せる、フルートも作られるようになった。これらの楽器もフラウトトラベルソに含まれるが、バロック時代のバロックフルートと区別して、クラシカルフルート、ロマンチックフルート飛ぶこともある。この時代になると、表現力に劣る縦笛、リコーダーは、捨てれてしまい、フルートといえば横笛を指すようになった。キーが追加されるに従って、 クロスフィンガリングをモチーに出せる半音が増えていき、音は明るさや軽やかさを増したが、対称性が崩れたため、左側に構えることはできなくなった。艦隊は相変わらず円錐型で木製のものが多く、最高音は A6 あたりであるが、中には C7 付近まで出るものもある。最低音が D4 の6キーフルート、ウズや、最低音が C4 の8キーフルートなどには、 全ての半音を出すキーは備わっているが、S より下のキーを除いて全て常時閉であり、必要な時だけ開ける方式であった。クロスフィンガリングが不要になったのは大きな進歩に違いないが、これらは当時の楽器製作者たちがそれぞれの考えに基づいて改良していったため、操作法が統一されていない上、運指も複雑となって運動性能が良いとは言い難く。 必ずしも十分な効果が得られたわけではない。このような多キーのフルート、多剣式フルートは、主に産業革命期のイギリスで開発されたのであるが、イギリス以外の国では、バランスの悪い不細工な楽器とみなす傾向が強く、1795年に創設されたパリ音楽院では、初代フルート教授となったフランソワ・デュビエンヌ、1759年から1803年が亡くなるまで、 一見式フルート以外の使用が認められなかった。こうしたフルートラン開発の時代に終止符を打ったのがテオバルト・ベームである。1820年頃から活躍していたイギリス人フルート奏者 C ・ニコルソン、チャールズ・ニコルソン1795年から1837年はその手の大きさと卓越した技術によって通常よりも大きなトーンホールの楽器を奏していた。 ドイツ人、フルート奏者で制作者でもあったテオバルト・ベームは、1831年に、ロンドンで、ニコルソンの演奏を聴いてその音量の大きさに、衝撃を受け、自身の楽器の本格的な改良に着手した。1832年に発表されたモデルは、以下のようなものである。このモデルは、いわゆるギス、オープン式であったが、通気を損なうことなく運指が容易になるギス。 クローズ式に改変されたタイプがフランスで用いられるようになった。艦隊はまだ木製で円錐形のままであったことから今日では円錐、コニカル、ベーム式フルートなどと呼ばれている。ベームはその後も50歳を過ぎてから大学で音響学を学ぶなど研究を続け、1847年に次のようなモデルを発表した。このモデルもギス。 オープン式ではあったが、現在のフルートと、ほとんど変わらず、極めて完成度の高いものであった。これ以降今日までに加えられた大きな改変は、イタリアのジュリオ・ブリチャルディ、ジュリオ・ブリッチュールディ1818 18 18年から1881年により、フラット、系の蝶を演奏するのに便利な、いわゆるブリチャルディキーが付け加えられたことと、より運手が容易なギス。 クローズ式が主流となったこと程度である。今日の最も一般的な C 側部間付き、ベーム式フルートには、トーンホールが16個あり、キーは数え方によるが、指が直接触れるものだけを数えると15個である。これらが、右手親指を除く9本の指で操作できるようになっている。口述のように、キーメカニズムの関係で、ベーム式フルートにもなりにくい音はあるが、ほとんどの音は、 良い音程で確実になる。ベーム式フルートは最初にフランスでその優秀性が認められ、ついでイギリスでも使われるようになったが、発祥の地であるドイツでは20世紀に入るまで受け入れられなかった。旧来のフルートとは運指が異なることに加えて、この頃のドイツ音楽界に大きな影響力を持っていたワーグナーがベーム式フルートの音色を嫌ったことも、 ドイツでの普及を妨げた大きな要因と言われている。ベームが1847年に発表したフルートは、現在のカバードキー型のフルートと、ほとんど変わらないものの、キス、オープン式であって、外観も、少々無骨な印象である。しかし、フランスの楽器制作者であるバンサン・イッポリとゴットフロア、や、ルイロットらの手によって、前期の円錐ベーム式フルートとは異なる新しい、 構造のリングキーを採用した、いわゆるフレンチスタイルのフルートが生み出されるとともに、より運指が容易なギス、クローズ式に変更され、衣装面も細部にわたって改良音が施された。こうして、モダンフルートは、今日見るような洗練された優美な姿となったのである。1860年に、パリ音楽院教授となったルイドリュによって、学院の公式楽器に認定されると、アンディ・アルテ、 アルテストも、ポール・タファネル、フィリップ・ゴー・ベール、マルセル・モイズ・ラ・フルート・科教授によってその双方の発展と確立がなされ、ドビューシー、フォーレをはじめとする作曲家たちが多くの楽曲を書いた。それまでは、装飾的、限定的に使われていたビブラートも、積極的に取り入れた演奏様式を確立して、フランス学派と呼ばれ、フランスは一躍、フルート先進国となったのである。 ある手の表した教則本は今なお最も有名なモダンフルートの入門書である。一方、ドイツやオーストリアでは金属製フルートの体型トーンホールから出るバイオンを豊かに含む音色を好ましく思わないながらも、ベーム式メカニズムの長所は認めざるを得ず、20世紀に入る頃には艦隊は木製だがメカニズムはベーム式という接中型の楽器が用いられるようになるとともに、 金属製のフルートも徐々にではあるが使われるようになった。しかし、ドイツの HF メイヤーによって開発されたトーンホールの小道を大きくして音量を増すなどの改良が加えられた多剣式、塩水管、旧式運指のメイヤー式フルートも多くのメーカーによって模倣され、フランスを除くヨーロッパやアメリカでは1930年代まで使われていた。ベーム式フルートも 改良の余地がないほど完璧なものではないので、その後もフルートの改良は様々な形で試みられ、中には商品化に至ったものもあるが、ベームの基本設計を凌駕するほどのものは、今日に至るも現れていない。ベーム式フルートはその地位を確固たるものとし、フレンチスタイルの登場以降は、構造面に特段の変化はないが、双方の面で大きな発見が見られる。 第二次世界大戦前から知られる特殊奏法としては、巻地田によるフラッターツンゲやハーモニクス奏法がある。戦後は、レコードの普及や放送技術の発展とともに、ランパルがソリストとして活躍し、フルートの魅力を世界中に示すこととなった。またもイーズが、教育者としてカリスマ的と言えるほどの影響力を長い間保ち続けたこともあって、世界中で、 フランス風の演奏スタイルが大きく広まっており、ビブラートを常にかけるのが一般的であるが、クラシック音楽においては今なお、ビブラートを乱用しない演奏スタイルも好まれる。前述の通り、ドビュッシーはフルートにおけるレパートリー拡張の第一人者であるが、中でも独奏曲、シランクスはフルート独奏のための曲として、歴史上重要な位置を占めている。エドガー・バレーズは、 密度21.5において、キーパーカッションと呼ばれるアタックの音の変化を求めた特殊奏法を開発し、また超高音域を必要に求めて演奏における音域の拡張に成功した。現代音楽では、まずフルート奏者のブルーノバルトロッチが重音奏法を体系化した教本を出版し、またピエールイコールイブアルトーやロベルト・ファブリッツィアーニなど、その他多くのフルート奏。 またサルバトーレシャリーノらの作曲家によって、キオ音を含む奏法、ホイッスルトーン、タングラム、リップピッチカートなど、新しい奏法も次々と開発された。ルチアーノベリオのセクエンツァイなどの優れた曲は、現在も古典として、多くの奏者によって、コンサートや教育現場で取り上げられ、聴衆にも親しまれている。フルートの発音原理に関しては、 大きく分けて二つの説が存在する。一つ目の説は、唇から出る空気の束、エアビームを、楽器の吹き込み口の円、エッジに当てることでカルマン渦が発生し、これが、エッジトーン、強風の時に電線が鳴るのと同じ現象を生じて、振動源になるというもの。二つ目の説は、エアビームの吹き込みによって、管の内圧が上昇し、これによって、 エアビームが押し返されると空気が抜けて内圧が低下し、再びエアビームが引き込まれるという反復現象が発生して、これが振動源になるとするものである。いずれにせよ、発生した振動に対し、管の内部にある空気の柱、気中が共振、共鳴して音が出る。トーンホールを開閉すると気中の有効長が変わるので、共振周波数が変化し、音向を変えることができる。 コンサートフルートの基本的な音域は C4 中央波から3オクターブ上の C7 までであるが H 側部管を用いれば最低音が B3 となる。チューニングする他の楽器とピッチを合わせる際にはオーケストラでは A5、水槽楽では B5 を用いる。音域は便宜上劇のように分けることが多いが、これは絶対的なものではなく、 例えば C6 を中音域とするか高音域とするかは、時と場合によるし、稀には中音域と高音域をまとめて、中、高音域と呼ぶべきところを省略して、高音域と呼ぶこともある。最低音から C5 までは気温であるが、D5 以上の音は倍音を用いて発生させる。標準的な運指を用いた場合の倍音モードの概略は、下記の通りである。例えば C7 は、 C4 の第8倍音であるが、息の圧力で第8倍音を出すことは難しいので、実際は C と g i s と F 以下のトーンホールを開けてやる。S は閉じた方が良いことにより、C5 の第4倍音かつ G4 の第5倍音かつ F4 の第6倍音として発生させている。第3倍音、第5倍音、第6倍音によって出す音は、 多少なりと平均率からのズレが生ずることなどもあって、高音域の音程はあまり良くない。モダンフルートは全ての木管楽器の中で最も論理的に設計されているが、様々な制約から妥協せざるを得ない部分もあるので、特に高音域には蒸気のように問題が多い。これらを完全に解消することは、設計上どのような工夫をもってしても不可能であり、最後は、 アンブシュアの微妙な調節や特殊運指の使用など、奏者の技術に委ねられている。一般的なコンサートフルートは、全体を三分割して、保存、携帯する。歌口、吹き込み口がある部分を頭部管、一番長い部分を、胴部管、一番短い部分を足部,部,部管と呼ぶ。頭部管を挿入する長さを変化させることにより、全体の音効が変わるため、 他の楽器とピッチを合わせる、チューニングすることができる。歌口の部分で内径 17mm、道具管と接続する部分で内径 19mm の略円水系である。歌口に近い方の端がヘッドスクリューで塞がれている。管内の歌口に近い位置に反響板、反射板があり、ヘッドスクリューと連結されている。反響板の位置は、 歌口の中央から 17mm が適切であり、ここからずれているとピッチに支障がある。歌口は楕円形内し小番形、角の丸いく形であるが、メーカーによって異なっており、断面も微妙な形状に成形されている。この部分は、フルートの音色、音量、発音性などに大きく影響するの、形状の異なる複数の頭部管を製作しているメーカーもある。 頭部管だけを専門に作っているメーカーもある。内径 19mm の円筒型で、頭部管に近い位置に比較的小さなトーンホールが3つと、より大きなトーンホールが10個、艦隊上面及び側面にある。トーンホールが指で押さえられないほど大きく、またその数が指よりも多いため、一部が互いに連結されたキーシステムによって、トーンホールを開閉する。 キーの裏側には口実のタンポ、パッドが組み込まれており、トーンホールを閉じた際の機密性を確保している。側部管は、胴部管と同じ内径の円筒型で、三つまたは四つのトーンホールを持つ。最も一般的に使われているタンポは、フェルトにフィッシュスキーを巻いたものである。これは、金属のフルートをテオバルトベームが開発した時代から変わっていない。その他、ゴム、 シリコン、コルク等を用いているものもある。フルートは、タンポとトーンホールの間に、髪の毛一本の隙間があっても音が鳴らないと言われており、調整には高い技術が必要である。胴部環状側面のキーが、すべて一直線に並んでいるものを、インライン、左手の薬指に当たるキーが、外側、左腕に近い方に少しずれているものを、オフセットと呼ぶ。 その中間となるハーフオフセットの楽器もある。オフセットは薬指がキーに届きやすいよう配置したもので、ベームが制作した楽器はすべてオフセットであった。楽器の購入の際にオフセットを選ぶか、インラインを選ぶかは、奏者の好みや手の大きさによるのであって、初心者向けか上級者向けかといった区別はなく、構造上大きな優劣の差があるわけでもない。 ギス・トーンホールを一つだけ持つものがギス・オープン式。ギス・トーンホールを二つ持つものがギス・クローズ式で、ベームが制作した楽器はギス・オープン式であったが、今日ではギス・クローズ式が主流である。ギス・オープン式の場合、ギス・トーンホールが一つで済むし、口実のいいメカニズムを設ける必要もないので、コスト面で有利である上、小指を押すと G、離すと、 G が出る、音程が上がるので、運指としても自然である。つまり、一見、ギス、オープン式の方が、いわゆる、理にかなった構造のように思える。ところが実際に演奏すると、ギス、オープン式では、ほとんどの音で左手小指を薬指と字に動かさねばならず、ギスクローズ式より、小指が忙しくなって運指が難しい。この点が、ギス、 クローズ式が広く世界に普及した大きな理由である。今日主流となっているギス。クローズ式のフルートでは第3オクターブの保ン、E6 が出しにくくピッチが高い場合が多い。E6 は E4 の第4倍音であると同時に A4 の第3倍音なので右手は E から下のトーンホールを開け左手は A のトーンホールだけ開けてやればよいのだがギス。 クローズ式フルートでは、キーメカニズムの関係上、常時会のギストーンホールも開いたままになししまうからで、ある。これを解消するために考案されたのが、E メカニズム、スプリット E メカニズムで、E メカと略称されることも多い。キーシステムを追加することにより、E6 の運指で、常時会のギストーンホールが閉じるようになっており、これによって E6 の出しやすさとピッチは改善されるが、一部の、 トリル運指などが使えなくなるため、標準装備とするメーカーがある一方、オプションが使いとしているメーカーもある。ギスオープン、クローズいずれのフルートでも、第3オクターブの A、音、F6 が出しにくい。F6 は F4 の第4倍音で、かつ B4 の第3倍音であるから、右手はフィスから下のトーンホールを開け、左手は H トーンホールのみ開けたいわけだが、 キーメカニズムの都合上、AIS トーンホールも開けざるを得ないからである。これを解消するために考案されたのがフィスメカニズムであるが、構造の複雑さや耐久性の低さ等の理由から商品化しているメーカーは少ないので、練習によって克服するしかないのが実情である。BC のトリルでは、左手親指と人差し指を同時に動かさねばならない。 これを容易にするために考案されたのがシストリルキーで AIS レバーの上流に設置され右手人差し指だけで BC のトリルが可能になるシストリルキーを用いると BC のトリルだけでなく第3オクターブの GA、G6A6 のトリルも容易になり弱層における G6 の発音も容易になるまた通常のシストオンホールは極端に小さいため 発音の困難、ピッチの不安定、音色の問題を伴うが、シストリルキーを用いると、これらの欠点を補うこともできる。しかし、楽器が重くなる、外観を損なう、取り付け費用が高価であるなどのデメリットもあるため、シストリルキーを標準装備するメーカーは、ほとんどない。第3オクターブの GA、G6A6 のトリルを容易にするためのキーである。かつて、 ドイツにおいてよく使われたメカニズムであるが、現在では同じ機能をシストリルキーで実現できる上、前述のように用途も広いためシストリルキーにとって変わられつつある。金属製の楽器の場合、トーンホールが艦隊から立ち上がってき、担保と密着しているが、この立ち上がり部分をどのようにして製作するかによる分類である。ソルダードトーンホールは艦隊となるパイプに、 別の部品をハンダ付けすることにより、トーンホールを作成するのに対して、ドローントーンホールはパイプそのものを引き上げ加工して、トーンホールを形成する。フルートは、他の管楽器に比べ、使用する材質のバリエーションが幅広い。当然高価な貴金属製になるほど、値段も高いが、音質に関する限り、艦隊の材質によって人間に聞き取れるほどの差異が、なることはなく。 ボール紙で作っても音は変わらないとされている。なお、以下に述べるのは、艦隊やキーなどの材質であり、キーメカニズムの新筋やネジ、バネなどには、下記と異なる素材も使用される。フェルトやコルクなども部分的に使われている。フルートは、近代音楽や現代音楽において、特に特殊奏法が数多く開発された楽器であるが、 これらは作曲者や奏者により様々な故障、技法、寄付法があって、未だ発展途上にある。楽器や奏者により、あるいはその時の調子によって、狙った通りの効果が得られないこともある。上記の特殊奏法を組み合わせ、新たな音響を作り出すこともできる。例、フラッター発生奏法、重音奏法、スラップタンギング。 モダンフルートの教則本は数多く出版されているが、最も有名なのは、パリ音楽院のフルート科教授だった、ヘンリー・アルタス、アンディ・アルテ、アンディ・アルテスによるものである。フルート族には、辞表のようなものがある。これらのうち、コンサートフルートとフラウト・トラベルソは、実音楽器であるが、その他の派生楽器は、慣例的に寄付上の鬼域及び分子が、 コンサートフルートとおね合致する良い調楽器として扱い、トート記号を用いて寄付される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。